平安通り駅は愛知県名古屋市北区平安通り一丁目にある名古屋市営地下鉄の駅である。以下の2路線が乗り入れ接続駅となっている。上飯田線は当駅が起点であり、同線では唯一の名古屋市交通局管轄駅である。また、上飯田線は上飯田連絡線株式会社が第三種鉄道事業者として施設を所有し、名古屋市交通局が 第二種鉄道事業者として営業している。名城線は相対式2面2線のホームを持つ地下駅、上井田線は島式1面2線のホームを持つ地下駅で上井田線、名城線とも可動式ホーム柵が設置されている。上井田線は名城線の下を直行している。開業からすでに40年以上経過しているが、 カミー線開通に伴い駅構内は新しくなっている。改札口は2カ所、出入り口は5カ所設置されている。カミー線開通によって北改札口と5番出入り口が追加された。北改札口コンコースは、名城線ホームとカミー線ホームとの間の深さに位置する。当駅は、名城線運転区が管轄している。カミー線は、 朝のラッシュ時及び昼間は行き先に関わらず、主として3番線を使用し、夕方以降は、犬山行き及び、最終の上井田行きが3番線、小牧行きが4番線を使用している。小牧、犬山方を向いて、右側が3番線、左側が4番線である。上ー田線ホームは、地上から約20メートルの深さに位置する。引き上げ線はなく、 当駅での夜間退泊も行っていない。2019年度における、名城線の1日平均乗車人員は5687人、上ミリーダ線の1日平均乗車人員は585人で、あり、両線を合算した1日平均乗車人員は6272人で、ある。この値には、両線の乗り換え人員を含まない。改札を行き来する利用者は少ないものの、 当駅は、カミリーダ線が唯一た路線と接続する駅であるため、朝夕を中心に乗り換え人員は多い。近年の1日平均乗車人員の推移は、下評の通りである。ありがとうございます。